どうもハリウッドでございます。さあ今回セントセイヤーですよ。抱きしめた心のコスボですよ。いやーこれしたくて、もうしたくて仕方がないんですよ。やったことはあるんだけど、めちゃくちゃ序盤で勝てないんですよ。氷河かな、氷河で負けて終わり、最初の支流に勝ってで氷河に負けて終わりっていうイメージしかないんで、本当にほぼ初見です、この黄金伝説。めちゃめちゃ楽しみにしてるんで、では死の後も言わずにペガサスのように行きましょうか。さあということで生年月日を入れろと、これガチの入れますね。はい、おっさん生年月日入れます。で僕天秤座なんで、天秤座はあれなんですよね、最終的なね、あれ、まあ、あば言わないようにしました。さあもう20年ぶり以上なんで、どういうボタンがどうなのかっていうのからチェックさせてください。はいはい、これがキック、パンチ、あのなんかヒュンって出るやつ、ヒュンって出るやつが、なるほど、ジャンプ、あーなるほどね、乗れて降りれる。お、なんか蹴ったぞ。せいやカシオスとの試合に備えて特訓よ。これマリアさんとあともう一人ヘビの人がいるんですけど、チャイナさんで二人って仮面で、多分マリアさんの方です。もう教えてくれなくても俺は負けない。ちょっとかっこいいっすね。なんとなくこれ覚えてます。なんかこうゲージを貯めて戦っていけみたいなっていうのはなんか覚えてます。え、敵の先制攻撃、防御を選んでください。防御、防ぐかわす、防ぐ、どうした、パンチキック、パンチだとペガサス水星系になるんですよ。確かキックはあんまなかった。よくやった。明日はいよいよカシオスとの試合を。え、コスモが91だから、さっき100だったのが91に減ってるから、でもダメージってのが20、なるほど、攻撃で9使ったってことね。で、ダメージ自体受けてないと。 OKOK、 技パンチ水星剣、あー OK です、 OK です、やったぜですよ。やったぜだけなんか覚えてんな。でカシオス、お、待ち構えとるやんか。聖夜とカシオスよ。さあ、戦うのだ。どんなポジション？はいはい、なんかカシオスは覚えてんすよ。聖夜、おじけず、おじけづいて逃げたかと思ったぜ。ああ、なるほどね。カシオス、彼を全部返して、ああ、確か、いじめてたんすよね。カシオスはせ、さっきのマリンさんと戦ったせいで、コスモが82になっとるな。話すか一回。クロスはこのカシオス様のものだ。ああー、これあれだ、浮かずに喋りかけると敵の先制攻撃を食らうってやつね。でダメージは20だけど食らってないってことね。まあってことは最初はチュートリアル的な感じでございましょう。うっす。でペガサス水星剣100連発は弱っまあ確かにカスス弱かったら覚えてますけど。で勝ったよ、勝ちました。でどうすればいいの。アテナはセイヤをセインと認めた。クロスを授けよう。やった、ついにクロスを、これで日本に帰れる。あー確かに、これでクロスゲットってことでいいのかな。セイヤ本当の戦いはこれからよ。確かこれマリンさんなんですよね。え、勝ってやな。え、進んでいいのかな。はいはいはい。え、進めないぞ。お、どうした、どうすればいい。お、進めないぞ。あれ、 こっちに行くとかじゃなくて、こう飛び越えるとか。いきなりバグってんじゃないですかね。そんなことないっすよね。どこ行けとか言ってるわけでもないし。いきなり
いきなり詰まりました。え、どうすればいいの、マジで。姉ちゃんどうしたの。移動したいの。どこ行きますか。誰、どんどん誰。木戸亭。あれ、うん、あ、応接。いきなりやな。このおっさんに挨拶してからの方がいいんじゃないかな。81。すごいっすね、やっぱレトロ感が。すげえな。なんかあるとかあんのかな。いや、どうだろう、覚えてないな。まあ、一個一個入っていく。すごい、めちゃめちゃ豪邸っすね。掃除が大変よ。あ、おった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 。さっきのおっさんと同一人物なのかな。これが沙織さんね。手に入れましたよ。そうさ、ペガサスのクロス。あ、いいっすね、ペガス。ギャラクシアンウォーズで実力試してみなさい。ギャラクシアンウォーズ、その前に、孤児院にでも行ってみたらどうする。ギャラクシアンウォーズ、ギャラクシアンウォーズに行けと。あ、もう喋れんわ。ギャラクシアンウォーズだと、ないやねん、これ。もう終わりか。そう、ここには喋りに来ただけ。こう、ダッシュとかないからね。めっちゃスローだもん。競歩選手みたいになってないですか、そのフォームが。何をしてるせや、最後殺すようにけ。待てや。こっちもなんかあるんちゃう。あるでしょ、そら。左右、あおー、シアタールームか。いいね。ゆっくり映画でも見たいですよ。これはこっち行けんのかな。うーわ、めっちゃ迷路。いや。出れんくなるぞ、これは。下手し。この間とかなんかある可能性ないね。もう。迷路に次ぐ迷路ですよ、これは。うわ、何のためのここの部屋あんのか。部屋がさ、使用人が一人しかおらんすけど、部屋だけ無駄にあるからな。あー、なるほどね。ここには特にないわけか。あ、じゃあもうコロッセオの前に木戸寺、孤児院に行けって沙織さんが言ってたから、一回孤児院っすね。孤児院行きますよ。はい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 。偉そうにな。いや、お前の、なんつうんすか、その、使い人の、雇われてる沙織さんと仲いいのに、おらん時だけ横柄な対応取るでな。で、確か、これで孤児院に行けたんじゃないかな。ちょっとこの人の説明。これは沙織さんでしょ？孤児院行きたい。孤児院、はいはい、来ました。あ、せいやちゃん、もう会えない方。ああ、はい、なんか幼馴染みたいな人ですよね。みほちゃん、俺の姉さんがどこに行ったか知らないか。ああ、みほちゃんね、みほちゃん。ちゃんみほね。オッケーです。ホーミーね。ごめんね、せいやちゃん。私も知らないの。でも、ギャラクシアウォーズで勝ち続ければ、きっとお姉さん気がつくはず。ありがとう、みほちゃん。ってことは、ちょっとコスモが回復しましたね。ん？なんか海沿いですよ。ここは何も聞いてないぞ。上に行けないし。もうギャラクシアウォーズに行けってことなんすかね。コスモが8時、おお、こっからのここってすごくないですか。どういうつながり。サーファーの家ですな。サーファーがちょっとここで、ちょっと今日初めて海来たんですよっていう女の子をここに連れ込むパターン。ちょっとこの机、どうすかね。ちょっとここに腰掛けて飲むスタイルですかね。チャラいなぁ。あ、何の説明もないんですけど、どっか入れるところがあるのかな？郵便ポスト関係ないしね。お、ここ入れるでしょ。今先生いないの、疲れたらいつでも来なさい。疲れてるんですが、さっきの試合の怪我を癒してくれないの？あ、なるほどね。じゃあもう、そのギャラクシアンウォーズに行けってことか。だけどなんかその、どうなん、行っていいのかな。
もう探索をせず、ホーミーちゃんからの、ホーミーちゃん、で、沙織さんからのギャラクシアンを、ギャラクシアンウォーズってグラード殺すようなことなのかな？どうだろう？あれ違うのかな？お、観客の皆さん、グラード殺すようようこそ。これよりギャラクシアンウォーズの開幕です。第1試合はセイヤ対シールの戦いです。いよいよ、確かこれクロスを切ろってことなんですよね。クロス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 。あとはコスボを燃焼させるのよと。ああ、資料でしょう。観客の皆様、グラード殺すようにようこそ。これよりギャラクシーアンウォーズの開幕です。第1試合はセイヤ対シリューの戦いです。はいはい、最強の盾のね。かっこいいね。シリューやっぱ、セイヤお前を倒す。俺は負けるわけにはいかない。ああ、はいはい。話しても、先制攻撃食らうから、まあ思いっきり言ってみますか。どうなの？これで勝てなかったら、そう、バグゲーやで。ペガサ水星剣。コスモを燃やせ！バカな、ドラゴンのクロス。おー、いきなりですか。全力を持ってお前を倒す。防御を選んでください、防ぐ。ロザン昇竜派！うわ、なんか雑やな。手を上下させてるだけ。お前の負けだな。あ、4位よ。これでやっつけれなかったら負けやん。マジか。ロザン昇竜、かわすが正しかったのかな。行きましょうか。ちょ、待って、おかしいおかしいおかしい。何もかもおかしい。何もかも、あ、死ぬわけないか。え？また動いちゃいけないわ。俺はこれじっとしてるわけない。まあ、一回負けてよかったのかな？どっかで、その、それかし、もっかい行っていいのかな？もっかい行くでいいのかな？ロザン昇竜派を防ぐでしたのがいけないってことですかね。じゃあ、クロス来て、ロザン昇竜派はかわす。かわすスタイルで。おら！さあさあさあ、勝負。いやいや、蹴り一発入れとってからやな。分けるわけにいかない。だからもう、もう分かってます。はい。あの、1332っていうのが何なんだろう。よくわかんないな。で、先制攻撃で、これを、かわせと。避けろ、ちょっと待って。で、これでバカなドラゴンのクロスをで全力を持ってお前倒すで、ここで先手を取ればいいんでしょ？いや、運ゲーじゃない。こんな運ゲーありますかね。先手ちょっと待って、おかしくないこれ。いや、もう相手に先手取られたら、いや、負けるやん。ちょっと待って。どっかで、何かフラグを踏んでないと見た。ここに来るのは早すぎたわけだ。どっかで、なんかめちゃめちゃ経験値もらえるとかさ、ないの？いや、もう勝てんもん、今の。もう一発、ペガサス水星剣入れたとって、勝てるとは限らんすよね。いやー、20中18食らうって、いやー、もういきなりもう、心折ってきますわ。なんとなくなんかこう、これやった時覚えてるんですよ。なんかこう、すぐやられるみたいな。おっと？全然説明聞いてないとこ行ってますね。修行か。マリンさんの。ん？何もないぞ。何もないんだけど、どうも。なんかここに、何の説明もなくここに来ましたが。何もなさそう、本当に。ただ。いや、何もない、ほんと。いや、何もないな、これ。どうやって出るの？出方。
マジかよこれ。全部棚すぎて恐ろしいですわ。ああ出れた出れた、よかったよかったけど、キリュウにやられたところからどうやって勝てる。なんか沙織さんにもう一回話しかけてトゥルントゥルントゥルンみたいな感じでレベル上がるっていうスタイルじゃなかったかな。個人に行ってから、さっき個人に来ましたよね。個人に行ってから、沙織さんに個人行ってきましたよ、スタイルか。オッケーオッケーオッケー。はい、沙織さんに会いたいです。なんかそんなんだった気がするんだけどね。もう、おっさん。偉そうに。言いつけるぞ。おやまあ、どうした？ああ、なんかこれ。どうした？新しいフラグ。コスモ、おおおお、どういうこと？どういうフラグなの？マジか。これで勝てるでしょうよ。いや、なんか、沙織さんからもなんかもらえないかな。個人行ってきて。もう沙織さんがいない。マジか。コスモ113増えましたよね。これでやっつけられるのかな。コスモがどういう役割を果たすかもわからないしな。まあ待てや。一回落ち着けってお前。毎回あの人に30もらえるんすかね。ただやられたら毎回ここに回収に来ないといけないのか。いやー。難しすぎない？このゲーム。まだ、もう1の1みたいな感じですよ。そのレベル、チュートリアル状態じゃないですか、言ったら。まあ、マリンさんと、カシオスのフラグもありましたが、シリュウとか、確かにめちゃめちゃ強いですよ。強いのはわかります、ドラゴンシリュウは。わかるけどさ、この、コスモ113っていうフラグが大事ってことかな。でも、沙織さんおらんし、個人も何もないし、もう殺すように行くしかないですよね。オッケーオッケー、行ったりましょう。はいはいはい。ホーミーちゃん。ホーミーちゃんからの、この、沙織さんっていう、めちゃめちゃなことですよ。バレたら、やばいっすからね。はい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 。いやー、勝てるのかなー。勝てる気がしません。はい、ホーミーちゃん。ホーミーちゃんからのクロスクレ。燃焼させます。おるわー。いきなり空中蹴りかましますから。これ先制ダメージ与えないのかな。さあ、さっきの俺とは違うからな。さっきの俺とは違うぞ。マックスにして攻撃っていうスタイルっていうのが間違ってないと思うんですよね。たださっきとコスモが全然違いますから。いけ！で、これ、あー、ちょっとダメージが違う。ダメージが違うけど、これでワンパンできないと無理よ。で、そうそう。で、こっから、こっから、先手取らんと負けるんすよ。っていう、意味わからんゲーム。先手もういやいや、おかしいって、ほら。ちょ、おかしいでしょよ、これ。まだ何かフラグ踏んでないってこと？いや。まあ、110になったコスモが。最大が110になったのはいいんだけど、まだフラグの回収が足りないんだろうな、きっと。個人は何もなかったですよね。どっか入れる場所があるとか？あ、そういえば、そうか、看護室から出てきたのかな。なんか病院みたいなところに先生がまだおりませんのですよ、みたいな。言ってたから、先生困ってます。いやいや、クリアできる。どうやったら支流に勝てんのかな。もう、聖夜が先生取るまでやり続けるかとかってことなの。ここ個人よね。個人も誰もおらんすからね。それかさっきの、エロサーファーが、ルーギャーを、それこも部屋になんかあるかとか。それもあるか。あとフラグ回収が大事ですね。
いやー、もっかい支流。いやー、エロ部屋にはなんもないっすね。入れるお店みたいのもないんですよ。いや、マジか。ここは、復活しても、今先生いないんだよね。疲れてるか。やっぱり、先生に連チャン勝負でしかないのかな。粘りますか。二回先生が来るまで。あと入れるお店もないですし。恐ろしいっすね、このゲーム。恐ろしいゲームですよ。震えますもん。はい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 。一回戦、もう四回戦ぐらいですけどね、対戦カード数でいくと。クロスを着てうろうろしてけってことなのかな。どうやったら先手取れるとかないのかな。さあ、負けるわけにはいかない気持ちはものすごいあるんですよ。ですけど、敵が強すぎて、初手から。いけ！まあまあ、避けるとかないのかい。まあまあ、うーわ。おかしいやろ。ペガサス水星剣行って、バカなドラゴンのクロスが全力を持ってまだ倒す。いや、離すが大事なのかな、もしかしたら。次、離してみましょうか。ああ、わかりました、わかりました。離せと。オッケー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 。やっぱ離すが大事なのね。離さないから負けると。わかったわ。はいはいはい。オッケー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 。離せね。離すはまだしてないじゃないですか。オッケーで、しかもクロスを着てから行くと。いやー、こう難しいわ。確かにセントセイヤのゲームは離すが大事なイメージがあります。一回離そう。離したら、なんかあるんですよ、きっと。離しましょう。あれ？スモが減ったぞ。話そう。お前は何のために、いや聞く前。おお、ちょっと待って、増えたぞコスモが。もう一回。お前は何のために、いや聞く前。一回だけか。いやもう無理やん、これで。負けだ。逃げて。逃げるってできんのかな。知っとる。一回話すか。一回話して、コスモを127にして攻撃っていうのが正しいのかな。もう、なんやねん、これ。いや、もう、ちょっと、負け慣れしてきました。ね、OKOKOK。じゃあ、離して、ガチ勝負。挑めば勝てるかもしれないね。じゃあ、はい、クロスコスボを連勝ね、させてみせます。今度こそ、はい、今度こそ待っとれや。一回離してコスボを連勝して、これっすよ、これもうこれで勝ちフラグ踏んだでしょ。明らかなる。いけ！ペガサス水星剣行ったれ、いけって。よし。で、これよ、こう、かわせってもう、ほら、に、いやー、展開がおかしいな。でもコスモが高い方が先手を取る説がありますよ。これでこっちが攻め取りゃいいんでしょ？いけ、あー、おかしいってー。いやいや、もう、わかるけれども。何がわ、なんかまだフラグ回収してないの？いやー、待てかよ。恐ろしいゲームですわ。
待ってね。木戸邸で、やりたいことは一個あるんですよ。クロスを着て、うろうろしてやると。もう、沙織さん、クロス着てます。私。まあまあまあ、負けたね。あ、クロス着ると、コスモが減る。待って、とんでもないことに気づきました。通常状態でコスモを、クロスを着てるととんでもないことが起きます。いや、もう、沙織さんもおらんからな。個人行ってもなんもないしな。じゃあ、もう先手2回取るっていうのを望むしかないんですかね。もう1回行きますか、じゃあ。2回目の先手さえ取れば、ケチー。ケチー。ええやん。なんでこっからじゃない。ケチー。ちょ、ごめん、怒った。移動。ああ、今度こそ見せてますよ。だからもう戦うギリで、なんないと、コスモが減るから。はいはいはい。あ、クロス。戦う瞬間だけクロスを切るスタイルな。じゃないと、あー、コスモが1減ったー。いらんことしたー。いや、もう負けらんないぞ、ほんと。なんかあるのかな。一回話すでしょ。で、キック。いやー、ペガサス水星剣が一番正しいですよね。キックはイマイチだったんですよね。2の時と8の時の違いがわかんねえな。ただこの次を先手取れば問題ないんすよ。はい、ドラゴンの子。もう一回話すか。あー、ダメだ。あー、もう一回話してもダメですね。途中で一回話したら終わりか。マジか、このゲーム。コスモが徐々に減っていっている。この戦い方で合ってんのかな。先手を2回目の先手1回も取らせてくれないんですよ。黒つきないと話になんないもんな。そういう戦いだったかな。なんかのフラグを踏んだら、死流一発でやっつけれて弱え死流みたいなのがあった気がするんだけどな。なんかフラグがあるはずなんですよね。じゃあもうこれで、負けたら、ああちょっと待って、危っ。一回離させて。オッケー。こっからよ。で、まあ、一回目はどうでもいいから、二回目をいかに先手取れるかです。さあ、ペガサス水星剣。まあ、かわせないってのは分かってるから、このね、ダメージがランダムすぎるんですよ。水星剣。で、これで、このね、2回目をね、行きたいんすよね。マジで。2回目先手くれよ。先制攻撃や絶対負けるようにされてます。これ絶対負けるように仕組まれてます。納得いかねえ。いや、わかったもん。絶対何かまだフラグがあるんだ。いや、絶対何かフラグがありますね。オッケー、絶対ない。まだ何かが足りない。まだ何かが足りないです。足りない何かを回収しに行こう。あとそのアクション動作にも慣れてないからね。行ってないとことかあるかな？どっかこの実は、この無数のある家の中から入れる場所があると。先生いないもんね。枯れてるんだけどな。なんかあるのかな、どっか。フラグ。恐ろしい話ですよ、これは。槍部屋になんかあるか。サーファーの。コスモが落ちてないか、断崖が。サーファーの。
ないか。ちょっともう早速詰まってますわ。あ、ということで、一回、30分過ぎたんで、一回動画自体切ります。また次、続きやっていきますんで、続きも見てくれたら嬉しいです。では、今回の動画自体はここで終わりたいと思います。それでは失礼いたします。バイバイ。